皆さんこんばんは、てでございます。野村の野望申請ね、島津さんでやってんですけど、これが最初ですよね。最初というかお父さんね、高久さんね。でこう来てこう今やってんですけど、もう26年やってますよね。6月26日もう1ヶ月経っちゃったんでね。まあまあそら行くか、30超えてもんね、パートね。はい、難易度初級だったんだね、これ。あ、光栄さんは初級、光栄さんって中級でやってた、ディフォーが中級だっていうような気がしたんですけど、違ったかなと。はい、武将名、寛容ってどういう意味だろうね。そのままでやるとかいう意味かな。ちょっとそれは知らないね。さあやっていきましょう。はい、うつけ者でしたか。うつけ者じゃないわ。歌舞伎者か。うつけ者は信長さんだね。はい、権限を聞いていきましょう。当家は今何をなすべきかと。権限の許し方じけないと。はい、足掛けとの、はいはい。はい。いや今そこまで回せるお金がないです。まあでも5300まで来たか。ああ、5300まで来たら、まあまあいいね。で、今制圧中してんのね。実は1週間後なんですよ。おお、まあいけそうだね。で、私は出てないと。で、あなたは？あ、そこか。ここにって、そこだね。で、こう行って。おお、こういう感じか。で、あなたは強行中か。で、あなたは？あ、あなたは？あなたどこ向かってんの？あ、一時停止になってんのか。はい。ああ、そっか。鎌田さん行かそうか。1万いたら取れそうだよね。もう対馬、行かそう。城攻めですか。はい、城攻めお願いします。ただ五攻めがいないんだよね。まあでもいっか。確かですけど、もう龍蔵寺さん自体はもう、あ、高信さんまだいるわ。あれ、高信さんやっつけちゃったと思ったんだけど、まだいるんですね。さあ、じゃああと力こぼ4つ。さあ何しましょう。代官を任命できる軍がありません。なんで？おやや、そうなのね。代官を任命できる軍がないのね。私出陣してないよね。築港は、あ、空いてるわ。はい、ここは、あー、側近だとこうなっちゃうのか。戦に弱い統吉なればと。あ、建設中ね。じゃあ過労で皆さん、人不足なのか。でここだね。ここも過労で、いや、過労が増えてきたらほんといいこっちゃですわ。こういう感じだね。で、4つ余ってからもったいないね。あ、熊本城やってんだ。熊本やってんだね。あ、この辺もあれだね。あ、内城か。でも委任してるから大丈夫でしょ。こっちだね。これどうするかだね。あ、兵力1万2000。え？ああ、そうか、四国攻めにはいるか。連平寺上げときましょう。ここなんで、上げらんないのかな。なんで私外してんだろう、委任を。もう連平寺を、一応増築しましょうか。で、ちょっと待ってね。私、ちょっとコロ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 変わっちゃうかもしれないですけどね、方針が。内政で、あ、浄化方針ないとかあるね。阿賀田城もないの。ちょっと見てみましょう。ああ、そうか、ここはもう上げても仕方がないからと思ってんですけど、いや、一応やっときましょう。ああ、いいです、いいです。まあでもこれ4とか3とかなってますが、上がりませんからね。上がらないんで。あれ、阿賀田城入ってんじゃん。あ、そうか、阿賀田城今入れたのか、私が。どこ？あとね、あ、ここか。
あ、ここはちゃんと委任しとかないとね、上がんないと困っちゃうから。あとどこだ、あともう一個あったよね。どこどこどこ、あ、ない、いや、あるある。あ、伊作城か。伊作城はちょっとあれだね、もうこうなっちゃってんで、今更やっても仕方がないみたいな感じなんですけどね。商人町555だからね、すごいよね。一応やっておきましょう。じゃあこれでいいかな。ならこれでいきましょうか。あ、戻ったね。やっぱりこっちが動いたからかな、このね。さあ、でもあと動けるところあるかな。ゴズメがちょっとなさすぎだね。内城は遠いな、これはいけねえでしょ。これ無理でしょうね、内城。ああ、まだ90日か。行こうか。はい、行っちゃおう。はい。ここいらはまあいいでしょうか。そうだね。ああ、今週で九州はちょっと平定したいね。はい、平戸城の野球場を成し遂げました。戦力を添い台まごそうと行きたいんだけどね、まだ間に合わないね。あ、鍋島直茂さんを時伏せ。この人が来てくれるのすごいよね。もう龍蔵寺、龍蔵寺なんだっけ、信孝さん、高信さんか、高信さんとはすごい、あれの中なんじゃなかったでしたっけ。すごいね。下手すると、違うか、義兄弟じゃないよね。義兄弟ではないと思うんですけど、まさかね、あれなのかな、このゲームね、忠義あるんですけど、その勢力なくなってくると、自分の家が持たないからって結構薄情な人は出てきますよね。三国志13みたいなのね、ずっとやってればやってるだけ忠誠度が上がって、隠し出たであれ250ぐらいまでいくんでしたっけ、忠誠度裏でね。だからもうどんどんどん上がっていくっていうシステムはまずいなっていうのが分かって、14から下がるシステムを使ったと思うんですけどね。でこのゲームもどちらかというと忠誠度はなかなか上がらないシステムですよね。物を上げないといけないんですけど、その物に限界があるっていうね。昔の三国志は良かったね。お金上げてればポコポコ上がってたんでね。じゃあねと、これだね、極高上げたい。でも極高も結構ね上がってきましたね。200とかつらいよね。いざ始めよう。400、500上がってほしいんですけどね。何度も何度も言ってますけど、何が違うんだろうみたいなね。おお、鍋島さん、そうだ、任されました。そうだ、鍋島さんが今物頭でいるんで、うまい具合に使っていきたいですね。ちょっと待ってね、もうそろそろ兵糧6 27 26。でも持つでしょ。もう落ちるでしょ。6、大木さん、あ、まだ落ちない。あ、落ちた、よかった。今じゃ我らが群馬に下りましたと、勝ち時を上げようとね。あ、家春さん、あ、でも家原さんも下がってるね。来る？あら、人はね、人は城、石を、人は石垣なんでね、解放しておきましょう。噂に聞くより寛大な方、ダメな人はもう切りますけどね。衰退する伊豆事件を見かけ、出奔した者がいるようでござる。登用するコーヒーはもう知れませんぬと。はい、じゃあ寝返り士官やっときましょう。で、足かも出てるね。筑紫広門さんかな。成し遂げてみせますぞ。で、流言。流言はいいですね。はい、じゃあ、そっか、今理事に人を送らないといけないんだ。
誰送ろうかな。カロいませんか。あ、カロいないわ。鍋島さんダメだわ。あ、しかもこの地位置いていただいたとって言ってますもんね。カロいないのか。あ、この人渡そうか。うん、あれが上がるもんね、中世がね。で、あとは連れていく人がいないんだよね。側近で足軽大将、はい。あ、建設中か。あ、いや、武将はね、同じ特性を持つ同僚が、そう？じゃあ言っとく？いや、武将だからね、3つしか見れないのね。どうしよう。有信さん。あ、これ有信さんもう決めたね。ああ、島津さんね。島津さん行ってもらおうか。できれば過労に行ってほしかった、過労やってほしかったんだけどね。で、あなた行ってもらおうか。で、他に穴が開いちゃうので。なんで、大官を任命できる軍がありません。この表現だと、あ、大友くんだね。軍がありません、軍がありません。ひょっとして出陣してる、うちの人。で、23日、あ、3日ね。あなたは騎乗。でもみんな騎乗だね、これね。攻めてくることはないと思うから騎乗しちゃおう。城へと引き返します。だね。じゃあ、あ、いや、まだだまだだ。地高を与えないといけないね。あ、ここは家久さんかな、これ。あ、これ家久さんだね。ありがたき幸せ。やっぱちょっと人不足だね。あとここだね。感謝いたす。で、ああ、ここもあれだね。もうほとんどこの人、川上さんがになっちゃってるね。あとここかな。うわ、この人、この人ばっかりだ。ああ、行ける人いないの。この人過労かな。あ、過労だね。もう一人足そう。山田さんはダメなんだ。ここいらダメなんだね。この帳いただいたので言ったら、まあまあ言ってもらいましょうか。で、香山さんとこ空いたんだね。もうこの人だけで見れるんだね。シクロだからね。こんなもんかな。とりあえずこんなもんだね。え、本当に？今ちょっと空いてるとこ見えた気がしたんだけど。ここね、ほら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 。あー、都心とこか。人材不足だね、ほんとね。人材不足だ。じゃあこれでいきましょうか。ちょっとごめんなさいね。あ、いえいえ。タイマーほんとちゃんと入ってるのかなと思ってね、今ね。じゃあ行きましょう。はい。広門殿は灯油の応じる気があるそうでございます。とてもてはいかがでしょうか。と、行きましょう、行きましょう。これよりこの筑紫広門でいいのでしょうね。多分ね、昔の私だったら広門とか呼んでそうですけど、長友殿はでいいのかな。あ、いい人だね、これ。深見長友さん。顔を覚えてるんですけどね。はい。はいと。ちょっと待ってね。ちょっと待って。あ、え？来るの？来るの？あらららららら。来るんだったら、私出ましょうか。おー、ごめんなさい。今、あれなりましたね。
ちょっと待ってね。あ、代官いけるわ。よかった。部下がいなかったということだけだね。国、あ、よ、たくさんいるじゃない。ああ。ああ、ちょっとね、時間かかっちゃいそうなんで、この辺で終わっておきましょう。それでは、どうもありがとうございました。